宇宙の果てまでの距離をどのように測るか、それはまるで宇宙の冒険家たちが果たしてきた壮大なクイズゲームのようなものです。その舞台は、星々が広がる無限の宇宙。手段は、アストロノミーの知恵と地球上の様々な観測技術。さあ、どのようにして天体の距離を計測しているのでしょうか。まず、一番身近な天体である月との距離を測る方法があります。その名も、レーザー測距法。遠い昔、アポロ11号が月に降り立った際、宇宙飛行士たちはレーザー測距用の反射器を月面に設置しました。それ以降、地球上からこの反射器に向けてレーザー光を送り、反射して戻ってくる時間を計測することで、正確な月までの距離を求めることができるのです。もっと遠い星までの距離はどうやって測るのでしょうか。ここで登場するのが、パララックス法という手法です。地球が太陽の周りを一周する間に、星の見かけの位置が変化することを利用して距離を測ります。具体的には、地球の公転軌道上で6ヶ月間隔で星を観測し、その見かけの角度の変化から星までの距離を計算します。まるで観測者が地球の公転に乗って巨大な三角測量を行っているかのようですね。さらに遠くの銀河までの距離を求めるためには、特定の標準光源を使います。それが、ケフェード変光星です。ケフェード変光星は周期的に明るさが変化する星で、明るさの変化周期と絶対高度、混沌の明るさが関係していることが分かっています。つまり、その周期を観測することで、絶対高度を推定し、さらに地球から見た明るさと比較することで距離を計算できるのです。このように、まるで謎解きのような手法で天体の距離を計測するアストロノマーたち、彼らが築き上げた知恵の技術や理論は、これまでの宇宙の歴史や進化を理解するための基盤を築いてきました。そして、その距離計測法によって得られた情報は、今日の宇宙論や銀河間の相互作用、さらには新たな惑星探索につながる重要なデータとなっています。私の仮説として、これからも科学者たちの冒険心と探求心が絶え間なく続き、さらに精密な距離測定技術が開発されるでしょう。それによって、未知の宇宙の果ての道筋が徐々に明らかになり、私たちの知る宇宙の姿が変わっていくことでしょう。最後に、地球上の私たちが探求する宇宙の広がりは、まるで天体の距離を測る方法の発展とともに拡大していくかのようです。この驚異的な冒険は続いていくでしょうし、その先にある未知の発見が、私たちの好奇心をさらにくすぐることでしょう。そして、私たちはこの宇宙の物語を一つずつ解き明かし、その真実に近づいていくのです。